中年オタッキーです。ちょっと風に苦しめられておりますが、頑張って動画を作っていこうと思います。今日はね、いつも好評の、視聴者様の、写真の中にね、プロカメラマンの師匠の写真が参上いたしますんで、最後までね、じっくり見ていただければと思います。はい、今日の、動画はね、いろいろ予定考えましたけど結局これいきます。ニコンファンの方、久しぶりにニコンのカメラっていうかニコマートですけどね、ニコマート FTN の紹介をしてまいります。それでは、本編スタート。はい、このニコマートFTN なんですけども、発売はね、1967年になります。その前にね、ニコマート FT とか、FS とか、のカメラが出てたらしいんですけどね、それの改良版になりますね。で、画期的なのがね、速攻方式です。中央部重点平均速攻っていうのを、これね、多分世界初じゃないかな。それまでのカメラっていうのは TTL、スルーザレンズでも、全面平均速攻っていうのをね、多くのカメラが採用しておりまして、結構使いにくい全面平均速攻はね、僕的には使いにくいです。で、このカメラはその古い1967年発売のカメラにしてはね、非常に現代的に使えます。で、価格もね、結構こなれてきてて非常におすすめです。で、大きな特徴はね、とにかく頑丈っていうことです。ちょっと僕ニコンの F を触ったことないんですけど、 F より頑丈だって言ってる人は結構いますね。で、シャッターはね、この時代は当たり前だった布幕じゃないんですね。これ機械幕のね、縦走りフォーカルプレーンになります。シャッター速度ちょっと遅くしてみようか。よいしょ、見えねえか縦に走ってます。それでですね、開放速攻をするのにこのカニの爪っていうのね、これレンズを交換するときに儀式がありまして、絞りをね F5.6 に合わせてから交換するというね、儀式があるんですね。はい、これをしてないと次つけるとき困ります次つけるときに困ります。で、レンズをつけ終わったらこのガチャガチャってね、両方に回して開放 F 値をカメラに教えてやるっていうことで、非常にね、現実的でね、なんていうんですか、故障が少ない、シンプルな構造でいいと思います。で、露出系の電源はね、このこのね、なんていうんですか、巻き上げれば、フィルム巻き上げれば起こすとで電源が入ります。で、電池は MR9、水銀電池なんですけど、もう今ないんで、LR44 を、入れて電池アダプターで僕は使ってます。特にね、露出の精度には問題ないみたいで普通に使えてます。古いカメラなんでね、露出系が、死んじゃってるカメラもあるかもしれないですけど、まあその時はね、スマートフォンの露出系とかでね、対応したらいいと思います。で、ついてるレンズはね、これニコール HO と 50mmF2 です。まあ一般的なね、当時の、巻き絵レンズってよく言う言い方しますけど、巻き絵レンズになりますね。このレンズね、もうこれ覗いてみたら分かるけど、めちゃめちゃ解像度いいです。本当にね、もういいですよ。で、ファインダーの情報はね、ちゃんとね、ファインダーの下にシャッタースピードが出てます。これ絞りの数字は出てないんですけど、シャッタースピードの数字、で、右側にね、露出がプラスかマイナスかっていうメーターがついております。で、ここからはこのレンズの、解像度ですかっていうか、作例になりますね。カメラはどのカメラでもこのレンズをつけたら同じ写りになるんで、ニコマート FTN に、ニコール HO と 50mmF2 を装着して、コダックのね、トライ X、初トライ X ですね。期限内のやつなんで、超期限切れとか使ったことありますけど、初トライ X になります。
でね、実はこのカメラ僕ん家に来ても15年ぐらい多分経ってるんですけど、ボルトが劣化して気づかなくて、ちょっと1枚録音漏れの写真があります。ね、皆さんカメラのメンテナンスはこまめにしましょう。あのね、これ録音漏れなかったらいい写真だったんじゃないかなと思って悔しいからね、あの紹介します。で、縦構図の写真もありますんでご注意ください。縦構図の写真はね、まだ寝かしてあるんで、あの工夫してみてください。はい、それではサクレいきます。はい、作例見ていただきましたか。これ作例1枚目の写真ですけどね、ニコンのレンズは解像度抜群で背景ボケはどうかっていう話を以前したことがあるんですけども、まあ、拡大したらちょっとざわっとするかなっていう感じですけど、まあいい感じですね。で、まあ、作例いろいろ見てもらえば分かるけどね、解像度はもうずば抜けていいです。で、コーティングもしっかり効いてましてね、カラーフィルムに対応するようになってます。このカメラね、ニコンのカメラって平均して高いんですけど、ニコンを体験するという意味で、まだニコンを、ね、使ったことない人は、ニコマートシリーズは結構安くて回ってるんでね、すごくおすすめできます。で、トラブルも少ないですし、完全メカニカルカメラになりますんで、壊れてても修理ができるんですね。で、ニコンのフルメカのカメラはね、結構な、修理屋さん、数の修理屋さんが、修理してくれると思いますし、まあ、自分で修理できるっていう人もたくさんいると思いますけどね。で、これ、まあ、使い方ちょっと説明してなかったけど、まあ、レンズの絞りはね、ここです。で、この内側にね、シャッタースピードのね、切り替えがあるんですね。これ見えるかな、見えるかな、見えないか、露出オーバーになっちゃうな。で、まあ、レンズシャッター式、のカメラにちょっと似てる感じの操作になるんですけど、まあ、上にはね、このシャッターボタン巻き上げれば、あとフィルムカウンター、これはね、これ、なんですか、絞り込みボタンですか、絞り込みボタンね、これが絞り込み、被写回収の確率、絞り込みボタンで、ミラーアップがこれだったかな。あれ違ったっけ、ここにミラーアップがありますね。で、このフラッシュの台はね、実はね、取り外し式です。これね、ついてないカメラも多分ね、出回ってると思います。これはオプションだったんでしょうね。こんな感じでね、外れちゃうんです。結構ね、僕的にはなんか間抜けに見えるかなっても思うんですけど、それはこれがついてる僕のその FTA を見慣れてるからかなとも思いますけどね。はい。で、非常に重たいです。この時代のカメラはね、プラスチックなんかほとんど使ってない、全金属製カメラになるんですごく重たいですけど、まあ、それがまたいいというね。で、レンズの方がね、以前の動画でも見たけどね、もうこのコーティングの色がね、見えるかな、ほら、見えるかな、これね、この青がね、これ鉛のコーティング、使ってるんですけど、これすごくいい色なんですね。これがね、超お気に入りです。のは、コーティングの色はね、どうでもいいんでしょうけど、まあ、こんな感じでね、非常にね、おすすめできるカメラになっておりますんでね、ニコンのカメラを体験したい、まだ使ったことないやっていうとこ人には特にね、うってつけだと思ってます。で、一応ね、AI ニコールシリーズもね、このカニ爪がついてるやつが多いですけど、普通に使えますし、オートフォーカス時代のレンズもね、カニ爪を無理やりつけたら使えるんじゃないかなと思いますけど、ただ、最近のね、絞りのリングがない、シリーズですか、は、絞り解放のみで、撮影することになるんじゃないかなと思いますけど、詳しい互換性はね、しっかりや
このニコンのレンズってすごく、制約とかたくさんあるんで、詳しいことはね、調べてレンズを購入した方がいいかもしれないですね。多用レンズとかね、もしかしたらつかないレンズもあると思うんで、はい、今日のねカメラ紹介はこんな感じになります。で、恒例の、皆様の、視聴者様の、写真紹介に移ってまいろうと思います。今日はなんと、10人の方がエントリーしていただきました。だんだん紹介しきれなくなるかもしれないですね。でもボツは作りたくないんで、あんまり多くなったらね無理やり動画を増やしたりして対応しようと思うんですけど、時間がないんで難しいところですけどね、とりあえずは、サファイアさんの写真、から紹介してまいります。サファイアさんの写真です。サファイアさんの写真なんですけどね、前回に引き続きね、これパリなのかな、海外でのね街角スナップ、貴重なね、街角スナップになります。で、消えちゃったよ。どこだこれだ。まあ、この写真なんですけどね、今回もリバーサルフィルムで撮っておられるということで、リバーサルフィルムはやっぱね、年数経ってもね退色しないんでいいですね。ネガだとね結構退色して、黄色がかっちゃったりねしてるのもよくあるんですけども、まあ退色してないのもありますけどね。あれ何屋さんだろうな、そのラボの差かな、でもねリバーサルはね、あれだと飛んじゃった、非常にね退職せずに、綺麗に残っておりますね。貴重なね海外の街角スナップありがとうございました。次行きますね。次はね、スキャンスタジオ F11 さんの、写真、に参ろうと思います。はい、スキャンスタジオ F11 さんですね。相変わらずね、ハッセルブラッドのね、フレックスタイプって、これね、僕に送られてくるのも10分の1、っていうかね、フルサイズを送ってもらってもね、表示できるものがない、ツイッター、僕、パソコンにはツイッター入れないんで、表示できるものがないんで、10分の1で十分高画質で、ものすごく、超高画質になりますね。で立体感も非常にありますし、これ会長がねすごくいいんですよね。やっぱスキャナーが違うと違いますね。素晴らしい写真になっておると思います。撮影データ撮影データというの忘れたな。ハッセルブラッド SWC、ビオゴンの、ね、レンズがビオゴンの 38mmF4.5A16、フィルムが、富士フィルムのプロ 400H ですね。まあね、この画質ね、そのハッセルブラッドの、カメラでね、撮影しておられるということで、素晴らしいと思います。はい、ちょっとねテンパっておるんですけども、とにかく今日たくさんなんで、次は落合さんの、写真行こうと思います。落合さんの写真ですね。前回と同じ、リコーの GR1S、レンズ 28mmF2.8 というね、このレンズ本当にねめちゃくちゃシャープに写ってますね。いいレンズだと思いますね。このレンズは今のカメラ、現在のデジタルカメラにもなんか踏襲されてるらしくて、僕も詳しくは分かんないんですけど、リコーのカメラに、基礎になってる
レンズになるんですかね。フィルムはね、富士の、記録用100になります。はい、次が、市俊九さんの、写真ですかを紹介してまいります。市俊九さんのね、写真ですけどもね、この写真ですね、ちょっと露出オーバーになっちゃうけど、このぐらいでいいかな。これコンタックス G1、プラナは 45mmF2、T で撮ってるということで、これリバーサルフィルムですかね、RTP3 で撮ってありますね。これね、シャープさはこれそこまでないのかな、柔らかい感じなのかな、それともスキャナーなのかな。ただ素晴らしい発色と、綺麗な背景ボケ、いいレンズだと思いますね。結構ねこのカメラ高いんですよね。で僕も何度か入手しようかなと思ったことあるんですけど、高くて手が届かなかったカメラです。でもう1枚の方はね、オリンパスペン E2、にクローズアップレンズ、これクローズアップレンズって、上からつけるのかな、ちょっと知らないんですけどもね、に撮った写真になります。はい、次が、アルファ K さんの写真を紹介してまいります。アルファ K さんの写真見てもらいました。この写真ですね、もう見てもらえば分かるけど、松本城の形をねよく表現した写真だと思いますね。ドンピシャでね、左右、が、均一に撮られておりますね。これ撮影位置が絶妙ですね。で松本城が、撮れるということは、もしかして師匠の家と近所なのかなまあそんなことはどうでもいいんですけど、カメラこれリコー GR3 ということで、先ほどねリコー GR1S の写真紹介しましたけど、ひょっとしたら同じレンズなのかな、ちょっと詳しくないんですけども、はい、ちょっと今日はね多いんで駆け足で行ってますんで、すみません。次行きます。次はね、おしゃれな高橋貴子さんの写真を紹介してまいります。はい、おしゃれな高橋貴子さんの写真、この写真なんですけど、ヤシカエレクト 35CCN ってことでね、これ AE、基本 AE だけなんですね。で、ちょっとこれ露出アンダーになってしまってて、はっきりわからない、レンズの性能がはっきりわからないんで、ちょっとね、デジタル的に修正させていただきました。ちょっと勝手に修正しちゃってごめんなさい。その修正した方の写真を紹介します。はい、どうだったですかね。このレンズもね、おそらく富岡のレンズだと思うんですけどもね、富岡製レンズってことで、もう解像力が素晴らしいですね。で、当時のレンズにしてはね、その光源とかにも強い、逆光にも強いんですよね。ヤシカシリーズね、非常にね、いい写り、ヤシカのエレクトロシリーズ、非常に写りが良くなってますんでね、皆さんもね、チャンスがあれば、入手していただければと思います。ただ、トラブルが出てるカメラも少なくはなさそうなんで、そこは慎重にということですね。はい、次が、ミッシェルさん、の写真を紹介してまいります。はい、ミッシェルさんの写真なんですけど、この写真なんですけども、今では非常に珍しくなったこのね、稲わらをこれ4段ぐらい重ねてね、乾燥天日干ししてる、もう今天日干しが少なくなってますからね、これ非常にね、珍しい光景、
まあ、日本の伝統っていうんですか、で、トリップ35で、撮影しているということでね、結構綺麗にね、シャープに撮られてると思います。はい、フィルムが、コダックゴールドの200、あ、ちゃうわ、すいません、ちょっとね、あ、フィルムはちょっとこれ送られてきてないんだな。もう一つのね、田んぼの写真もね、そうですけど、非常に綺麗に撮られていくと思います。はい、次が、竹蔵さんの写真を紹介してまいります。竹蔵さんの写真はね、プリモフレックスの 5A、でフィルムがイルフォードデルタ100、プロフェッショナルということで、プリモフレックス 5A っていうのは、ね、僕が以前紹介したプリモフレックス 1B は投稿っていう3枚玉のレンズだったんですけど、トップコールってあるのかな、これトップコールのこれ多分4枚玉、テッサータイプのね、4枚玉のレンズになると思います。で、この写真もそうですけど、もう非常にシャープに撮れております。フィルムサイズがでかいんで、シャープになって当然は当然なんですけど、非常にシャープに撮れておりますね。で、私基本的にオタクなんで萌え系は好きなんですけどね、これドール写真の趣味にされているってことで、こういう世界があるのは知りませんでした。で、武田さんのツイッターアカウントの写真見たら結構ね、いろいろ写真上がってるんですけども、あ、なかなかいいなと思った次第であります。はい、次が、夢旅人さん、の写真を紹介してまいります。はい、夢旅人さんの写真なんですけど、この写真なんですけど、これ見てね、何の変哲もない写真だと思った人はね、ちょっとまだまだですよ。これね、日中シンクロしてるんですね。で、これ分かりますか？このシャドウ部分がね、ちょっと明るくなってるんですね。これデジタルカメラのね、まあ、言ったらラチチュード、なんだっけ、なんだったっけ、ダイナミックレンジかラジチュードの狭さを、日中シンクロでね、補ったいい写真だと思います。非常にね、自然な感じでね、階段からそのお寺の門かなまでの、様子がね、再現されてると思いますね。これいい写真だと思いますよ。カメラはね、 EOS6D で、レンズがね、これね、35135 EF の35135、結構廉価版のレンズになりますけど、まあまあ写りしてますね、これね。なかなかだと思います。はい、次がね、オールドマンさんの写真を紹介してまいります。はい、オールドマンさんのね、写真、これね、黒部ダムの写真ですけど、こうやって見えるかな、ものすごくシャープに撮られてますね、これね。もう拡大してその人が見えちゃうっていうぐらいシャープに撮られてます。これね、こっちがアクロスだったかな、でもう一枚の方がコダックのトライ X DX400、だと思うんですけど、カメラがね、リケン35っていうね、カメラになってまして、で非常に興味を持ったんですけどね、ヤフーオークションで検索したらとりあえず出品なしということで珍しいカメラなのかな、ちょっとね、もしね、目にしたらね、ぜひ入手したいカメラだなと思いました。非常にシャープに撮れておりますね。はい、次がいよいよ、プロカメラマン師匠の、写真、師匠ドキドキしてますか私に、批評させていただきます。はい、師匠の写真ご覧ください。はい、師匠の、写真ですね、公園に行って適当に撮ったっていう写真になるらしいんですけど、光と影の使い方が非常に上手ですね。この椅子の影がもうはっきり出ていますし、
これね、ちょっと面白いのがね、こっちの木の影なんですね、これね。でもこっちからの影に見えるんですよ。影が交錯してるように見えるんです。これちょっと面白い写真なんで、光の使い方が面白いと思いますね。でね、フィルムがね、ローライの25っていうフィルムなんですけど、それを11年熟成させたっていうことで、私ね、そのローライの25をね、まず使ったことがない。で、それを11年熟成させて、これ、わからない、その価値がわからないですね。11年熟成させたら、ローライのフィルムって、どっちかって言ったらハイコントラストってイメージが僕にはあるんで、もしかしたら柔らかい調子になってるのかな。拡大してもね、すごい柔らかい調子になってますんでね。カメラがまた素晴らしいカメラで、ローライの35ですね、レンズがテッサの F3.5 が入ってましてね。で、さらにこれね、コダックのプロ用のスキャナーでスキャンしたということで、もう呆れ返るぐらいの高画質になってます。これ見てくださいよ。もうね、まあ、さすがプロだなと。ちょっと、参りました。参りました。さすがと思います。今日の、写真紹介は以上になります。どうでしたか？プロのね、師匠初参戦ということで、スキャンスタジオ F11 さんのね、まあ、プロ、写真の世界でご飯を食べている方になりますけど、プロがぼちぼち参戦してまして、とんでもない状態にはなってきてますけど、まあ、今回はね、新規参入者の方も結構いらっしゃいまして、盛り上がってきております。で、あんまりたくさんになってくるとね、紹介しきれないこともあると思うんですけども、ボツは絶対に作りたくないなってことでね、頑張ってやっていこうと思ってますんで、またね、自信作、ありましたらね、どしどしと、ツイッターの DM でね、送ってください。ツイッターのアカウントはね、中年オタッキーで検索したらすぐに出てきますんで、とりあえずフォローしてもらって、で、もうフォローしていきなり DM を送っちゃって構いません。そしたらこちらにね、リクエストっていうのが入ってくるんで、で、リクエストを受け取って、写真を紹介してまいります。で、まあ、フォローバックもしますんでね。はい、今日の動画はそんな感じになります。どうでしたかね。まあ、ニコンね、本当はね、ニコンのね、単焦点レンズとかいっぱい欲しいんですけど、もう高くて買えないんで、なぜね、予算不足に苦しんでおります。お暇な方はね、動画をクリックして、動画ちゃうわ、動画のね、コマーシャルを、CM をクリックしたりしてね、ご協力いただければと思います。はい、今日の動画はこんな感じです。で、またね、この辺かな？この辺にね、チャンネル登録ボタンが出てきますんで、チャンネル登録、まだの方はね、チャンネル登録してください。で、他のね、動画もね、ちょっとリンク出てきますんで、お暇な方はお付き合いいただければと思います。次の動画どうしようかな。もしかしたら映るんです、映るんです。1600でね、写真撮って、もう1600ってないのかもしれないですけど、余ってた映るんです1600で写真撮って、なかなかいい感じだったんで、次の動画は映るんですいきます。はい、それではまた次の動画までお待ちください。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。また次でよろしくです。